そこなんかあんねんけどね、バイスカが。あそこはなんだろう。すまへん、ちょっとお聞きしたいんですが、はい、そこの塚がありますね、はい、あれはあのこの古墳ですかね。これの茶臼山古墳ですか。これあのこの大きい建物ですか、向かい側の。いやいや、その古墳。ああ。茶臼山古墳です。これですか。そうやと思います。私も詳しいことわからないんですけど。いや、この墓を見てもらってますね、あの古墳をね。はい。ほんで調べて聞いたら、この大きな地理しかないもんで、なんか大事してませんけど、多分そうやと思います。はい、ね、ありがとうございます。いいえ、月山これみたいですわ。これは倍塚また小さいぞ。これこれかな、倍塚。道路がこのここにとってね、丸くなってます。おお、こんな書いてある。いやー、読まれんな、これ。何て書いてあるの。なんか書いてあるけど、さっぱり読まれんな、文字が。ビカラーズ、入るビカラーズ書いてあるんだよ。うん、ちょっとわからない。ここまでございますね。ちょっと入れないけどね、ここは。ちょっと遠すぎるような気もしないんじゃないんだけどね。はい。このちょっと次はあの一番大きいやつを待ってようか。一応宮内庁管理になってみたよね、これ。いや、ここにもあるぞ、こう。これじゃうかな、さっきのやつじゃなくて。これかもしれんな。何も書いてないけど。あら、これです。あの大きさから言うとこれやね。これが茶臼山古墳。茶臼山これやな、この大きさやわ。どこ見られんかね。こういう広い、こういうね、こう。徳池公園、広っ。これです、これ。間違いなく。ここ見えました、見えました。これでございます。これでね、この大きさから言って、あれちょっと小さすぎるの、あれ。これ大きいからね。これ、これどうなんですかね。丸くなってるから円墳かね、これ。これは大きいぞ、これ。高さかね、そんなないんだけどね。ここ歩いてよかったんかね、ここ。これは直木さんから言ってな。平分。書いてないな。もうね、民家だばっかりやからね、見られへんねんて。これですね。間違いなく。これが茶臼山古墳でございますね。大きさから言ってね。入られません。はい、じゃあ次は。